しいね。あの朝日新聞の南です、はい、あの都構想の住民投票の関係でお伺いしたいんですが、ええ、大阪市においては、まあ、政治活動規制条例が、まあ、できているわけですが、今回その都構想の住民投票にあたっての活動というのもこの規制条例の対象に入ってくると理解していいんでしょうか。いや、それはまた大都市局や法規が、検討して、職員に通知出すと思いますけどね。まあ、その条例の中には、まあ、公の選挙もしくは投票において特定の事件を支持したり反対すること、まあ、これをまあ禁じているわけですけど、まあ、ここの部分が抵触するかどうかというところについては、まあ、市長は現段階ではまだ見解は固まっていない、うん、まずは行政のその見解を出してもらわないとね、これあれ憲法の時にも問題になってますよね。国民投票あれはどうなったんでしたっけ、 OK になったんでしたっけね、うん、あ、すみません、ちょっとそこは確認して、まあ、憲法問題と今回の住民投票の問題はちょっと違うんでね、ある意味政策のある意味賛否みたいなところもあって、維新の会と反維新というか形で完全に、まあ、ある意味政争になってるんでね、そこはやっぱり公務員としては距離を空けてもらわなきゃいけないと思いますよ。個人でやるのは全然構わないわけですから、だからそれ OK にするってことになったら大阪市なんとか団体っていうものが一生懸命もう活動してもいいってことになるわけでしょ。大阪市職員なんとか団体とか都構想反対同盟とかいうのを結成してもいいってことになるんです。それは違うんじゃないですか。だって大阪市の議案として出すんですから、これはちょっと憲法とかそういうこととは違うと思いますけどね。まあ、そのもちろん勤務時間内というのは、まあ、こう過去と同じようなそういう勤務時間内とかですね、まあ、そういったことが疑われるような事例というのは望ましくないと思うんですが、まあ、準政策的に、まあ、市の職員としても、うん、まあ、そういった議論に参加していくこと自体を完全否定できるかどうかというところがちょっと難しいところかなと思うんですが、だから個人の活動はやってもいいわけじゃないですか、うん、大阪市職員なんとか同盟とか言って作るのは違うでしょうということであって、個人でそれはタウンミーティングに参加するとか、個人で賛成反対のね、何かそういう勉強会に入るとか、それはだってそこは自由じゃないですか、何も制限してないじゃないですか。じゃあその個人の弁が個人としてまあ勉強会で発言をしたりとかそういったことについては特に制限をしないということなんでしょうか。まあ、だからそこは法規とか大都市局に、まあ、これ住民投票がもういよいよ近づいてくれば職員がやっていいことどうだってことがルールが設定されますんでね。でね、この部分だけ取り上げてますけども、大阪市の場合にはその中立条例っていうものでね、一般の選挙においてだって疑わしい行為はしないようにっていうルールになってるわけですよ。で、僕自身もですよ、公選職である僕自身も選挙前になったらもう大阪市役所のそのイベントなんかでも出ないと。だからこれ周りから言われるわけですよ、これなんでこんなあれに来てくれないんだとかどうのこうのって言われるけど、それは条例の趣旨からね、直接首長選挙じゃないから、あの条例は大阪市長選挙の場合にはもう僕が行ってその活動制約されるってことになってるけれども、でもそれはそれをその条例の趣旨を順用してね、国政選挙の時だって、大阪維新日本維新の会や維新の党絡みの選挙だったり、今度の統一地方選挙だって僕は維新の会の代表だから、その中立条例の趣旨を踏まえて相当厳格にやってるんですよ。だから僕の写真が一切もう使わなくなるとか、ホームページでも僕の写真か何かが消えるとかね、僕の主張が消えるとか、それから大阪市のその行事、これは本当は市長であれば出て行ってもいいし、普通は周りの自治体の市長とかそうだったらもうこれ幸いとばかりに自分の役所の行事にフルに出て選挙運動まがいのことをやるわけですよ。でそういうのは一切やらないって僕ですらやってるんだから、それは職員がじゃあそんな活動していいのかって話はなってきますよね。ちょっと補足しますと、今の中立性条例については基本的には市長選挙だけの適用になってます、ええ、ただそれに準じて今市長説明されたように他の選挙についても、まあ、準じて自粛しているということになります。それと先ほど住民投票にかかる分につきましては、今人事室の方で公職選挙法の適用ですとか関係条例の適用について行政的に詰めておりますので、詰まりましたらまた各職員に周知するということになります、まあ、基本的に個人ではもうそれはもう自由です。それはもう賛成反対いろいろ意見あるでしょうから、ただそれは大阪市職員の肩書きを持ってやるっていうのは違うんじゃないんですかってことです。だってこれは議案なんですか、大阪市の大阪市の意思決定として出した議案を
職員という身分を公にして反対反対というのはそれは違うでしょ。だからそこはよく誤解してるんですよ、朝日新聞。何でもかんでも職員の意見聞けと。でまた社説でねあえて出すでしょ。あれ一回ねちゃんと取材しろって言ってくださいよ。だから僕のどの部分が話が足りないのか、職員とのその対話っていうのはどの部分で足りないのか、何を言おうとしてるのかがさっぱり分かんないんだけどもね。処遇とかそういうことに関しては人事室とちゃんと組合を交渉やってますよ。で僕自身がじゃあ政策決定するときにどういう形で政策決定、じゃあ職員の声一切聞かずに政策決定してると思ってるんですかね。だから何の対話をしろって言ってるんですかね。まあ、そこまで職員全員と対話するんですか、僕がトップが。僕が対話できるメンバーっていったら幹部とか課長とかそれぐらいに限られてくるじゃないですか。でそれ対話せずに政策決定してると思ってるんですかね。まあ、そこまでの誤解はないと思いますが、何の対話をしろって言ってるんですか。まあ、おそらくこの司法で、まあ、一審判決がありますけど、その違法性っていうところについて、まあ、一定判断が出たことを踏まえて、まあ、今までの、まあ、行き過ぎていた部分と、まあ、司法的に判断された部分については、まあ、そこを組合側と話をされた方がいいんじゃないかという、そういう趣旨だと思いますね。結果が違うじゃないですか。対話しろじゃなくて、その条例がおかしいとか、その組合の活動として便宜供与を認めろとか、そういう結果にならないとダメじゃないですか。社説の結果はもっと対話しろってなってるんですよ。まあ、その前段ということじゃないですか、その対話っていうのは。まあ、そういう最終的にその条例を変えるとかですね。組合員全員と僕は話せるわけないでしょ。でも僕自身は自分のコンピューターのところに職員からのね、メールっていうのは全部受付 OK にしてるから、まあ、あえて言わさせてもらったら、今までの市役所体制の中で、例えばだけれども視覚障害のある職員がね、僕のところにメールを送ってきて、全然対話がないという話が来たから、すぐ人事室に指示を出して、ちゃんと要望聞いてくれという話をしてるわけですよ。だからそういう別に今のこのメールがある中でね、一人一人とその何か面と向かって何かやれって言うんですよ。そんな僕も仕事回らないですよ。一人一人とということは書いてないですよね。誰と対話が足りないのか言ってくれないと。だからそれは、まあ、そこで組合って書いてあるところは、まあ組合の責任者と、まあ、それは局がやるじゃないですか、室が担当が。じゃあ朝日新聞の社長はずっと組合の人とずっと話をするんですか。僕はだって普通の一般のその姿勢の中ではね、さ職員は組合員という形じゃなくて、大阪市の職員としてそれは議論をしながら政策を決めていくわけでしょ。で組合の問題ということになったら組合担当ということで人事室があるわけじゃないですか。だからもうちょっとね、組織経営をやってない人間がああいうふうな論評とかやるからおかしくないんです。学者と同じで社長になったら分かりますよ。じゃあそれちゃんと人事担当とか組合担当のそういう役員っているじゃないですか。でそこで決着つかないことがじゃあまた上がってくるわけだしね。今ちゃんと僕の命を受けて人事室長が一生懸命交渉して、給与改定のところは交渉妥結させてですね、でもこっち側の保育士と幼稚園教諭のやつは妥結できなかったと報告ありましたけど、そんなの僕が全部やるなら、そんなトップいないですよ。組合交渉全部トップがやるなんて。もちろんその責任者がしっかり話をしていけばいいんですけど、その対話っていうもうちょっと幅広い意味で、その裁判という意味ではなくて、朝日新聞の社長がどれだけ組合と交渉してるか出してくださいよ。それで比較してくださいよ。まあ、少なくとも裁判で争ってるってことはないですよね。だってそれまで組合がじゃあそういうような人事に何か介入したようなね、何か疑いの事例とかあったんですか。まあ、ですからその大阪市の特殊性って分かりますけど、だから裁判になったかどうかっていうのは、それはそういう事情によるんだから関係ないじゃないですか。今言ってるのは、僕が言ってるのは結局のところが対話をしろっていうことなんだから、じゃあ朝日新聞の社長がどんだけ年間組合のそのトップと正式な交渉をしてるのか、それ比較してくれって言うんですよ。普通そんな大組織でそんなやらないですよ。その対話の姿勢を示した方がいいっていうことについてはまあ一緒だ、ね、だから人事室の担当がちゃんとやってるじゃないですか。対話をするななんか指示出してないじゃないですか。だから組織っていうのをね、司法の判断で出た部分について、まあ、司法の判断はあれはだから組合の退去の問題とか、あの条例がおかしいっていう判断であってね、対話をしてないっていうんだったら、どの部分が対話をしてないか、誰と比較してるのか言ってくれないと。そんなの、まあ、じゃあちょっとそこの部分は、だから朝日新聞の社長がどんだけ対話してるのか出してください。それぐらい出せるでしょ、あんだけ社説書くんだから。
職員とだから僕がどんだけ対話して、どの部分で対話が足りないのかってことをそれこそ取材で明らかにしてくれたらいいですよ。一切職員と話もせずにこう決めてんのかね。だからそういうところがね、情報伝達能力がないって僕は言ってるんですよ。まあ、そこの部分について伝達して知りたいと思う方もいないと思いますけどね。え、その朝日の社内でどうなってるかというところの部分について大阪市との比較でし、そう、知りたいという有権者はいないと思いますよ。それはあなたが勝手に思ってるだけで、いやこっちが言ってるんじゃないですか。比較をして対話が足りないって言うんだったら、どのレベルまで対話をしたらいいのかってことをね、普通のこの大組織のトップっていうものがどれぐらいそういう組合交渉を直接やってんのかですよ。知事の時には1回やりましたよ、僕は給与交渉で直接。でもあれ1回以降はもうあとは全部人事担当がやるわけですから。だから何を対話をしろって言ってるのかね。これは聞くところは聞くし、では人事を通してあのいろんな話も回ってくるしね。だからそれはあの条例がおかしいとか、そういう話だったら分かりますよ。対話をしろとかそういうことをね、またバカみたいに何でもそれで現実も知らないでああいうの言うからね、バカだって言うんですよ。かなり幅広い意味でだと思います。ちょっとすいません、別の話でいいですか。その昨日のお話の中で、あの、まあ、記者への内容者これで終了します。ありがとうございました。だ社長のがどんだけあの議論してるかちょっと出してください。だから取材してみてください。大企業に人事担当役員というのは必ずいるんですから。うちだったら人事室長ですよ。そんなの組合交渉なんかで社長が出ていくなんてあるんですかね。だから組合の意見は聞きますよ。それはだからそれは人事室がしっかり組んでいろんな反映させてますよ。もちろん見解がぶつかる時もあるし、でも交渉やってる、交渉やめてるわけじゃないんだから。あの社説論説委員っていうのはだから本当そういうの知らないんでしょうね。でこうなんかこうみんなが集まってるところに僕がのこのこ出ていってどうですかって聞くのがね、この朝日の対話なんですよ。本当になんかいいですね論説委員って。本当にもうなんていうのかな、もう 夢物語だけで生きてる人たちってのは本当羨ましいですわ。みんなのところでどうですか、どうですか、なんかご意見ありますかってやってるのがこう朝日の対話なんでしょうね。これ組織なんだか人事室がまた課長とかそういうところが持って組合との担当と話をしながら労働条件とか交渉しながら、だから風の時にはあれですよ、僕勤務時間あの大阪府の職員の勤務時間15分短縮してるのはそれは組合からの要望があって人事担当が僕のところ上げてきてどうしますかっていう判断を求めてきたから、じゃあそれはいいよってことで判断してるわけでね。僕は全部組合員これ何千人のところに出てって労働時間15分短くしましょうかどうでしょうかって、これが朝日の対話なんです。イメージはそれはそうですよ。だってそれはそうですよ。だって人事室とかちゃんとそういう話してるじゃないですか。だからあそこで言ってるのは、僕が言いたかったのはね、そうだったら今までの大阪市のじゃあその組合にねいろいろ言われていた課題ですよ、それがあることは認めてるわけですよ。じゃあその解決策はどうしたらいいんですかってことです。じゃあそこは何で行われてたかといったら、町内でのいろんな会議とかそういうことの中でねいろいろ問題が生じてたっていうことも僕は報告受けてるんで、それだったら一回そこはねリセットさせてくださいと。だからこれは何にもそういう問題が今までなかった組織だったらいいけれども、実際にそういうのがあってその中で政治行為と疑われるようなこともあって、選挙が終わったらお礼の挨拶とかなんとかっていろいろあったわけですよ。勤務期間中に抜けて見えないその営業所だとかなんとかっていう単位で、だったらそれを止めるんだったら一回もうそういう場ではねもうやめてくださいよと、そういうことをやるんだったらこの庁舎外のところでしっかりやってくださいねっていうことでルール変えたわけであってね、もしそれがダメだって言うんだったらどういう方法があるのかってことですよ。 まさにその1回リセットっていうところがあって、その後、まあ、しばらくこう期間が続いた中で、まあ、いろんな司法判断も出てきてるわけですよね。まあ、その1回リセットっていうところは尊重するにしても、その後どういう新しい形でやっていくのかというところについては、まあ、その別に市長自身があれば話さなくてもいいかもしれないですね。その市の担当者が、担当者聞いてるじゃないですか話、受けて担当者聞いてますよ話を。ついてしっかり話してもらいます。いや場所を提供することが対話なのか、話をしろって、僕はなんで朝日の社説に今こうやってね朝日の社説がバカだって言ってるかって言ったら、場所の提供がそれが目的なのかっていうことですよ。対話が目的なんだったらちゃんとやってるでしょと、もうそれが不十分なんだったら何が不十分なのかを言ってくれって言ってるんです。で場所の提供が重要だって言うんだったらそこがなぜなのかを言ってくれと。
で場所の提供で今までいろいろ問題があったからそういうことはやめたんですよ。だからそうじゃなくて場所の提供がどうしても必要だって言うんだったらそう教えてくれと。さ組合がねいろいろ活動するのに違う場所でみんな集まって、あれ社説にも書いてあったけど喫茶店で集まって、それいいじゃないですか、みんな集まってそうやって議論するんだったら。でそのそういう議論を僕はやめろって言ったら大問題ですよ。でそこでみんな議論したらいいじゃないですか。でこれが人事室の方に上がってきて、で人事室が考えてこれ最後どうするっていう、どうしますかってことで僕のところが上がってきたら僕はまた判断するけども、対話が重要とか組合員がなんか活動することがどうのこうのって言うんだったら、それは活動はだから阻害してないですよと。で場所がなんでねその会議室とかそういうところまで使わせなきゃいけないのか、もともと労働組合法っていうものは便宜供与っていうものは原則禁止で、労働組合の自立っていうことを尊重するっていうか、そうしなきゃいけないっていうのがもともと労働組合法の立て付けなんだから、だから原理原則に今戻ってるわけであってね、便宜供与をすることの方が会社との癒着っていうか使用者側との力関係で負い目を感じるわけじゃないですか。組合は使用者側の方にそういう利益を与えてもらってるっていうことで、だからこれ株主権の行使とか何でもそうだけども原則利益の供与はなしだよっていうのが今の立て付けですよ、独立性を守る団体においては。だからなんかそこがね、憲法89条だってそうでしょ、公の支配に属さない団体に公金支出は認めないっていうのは、公が公金支出をしてしまったらそこの負い目を感じてしまうから独立性が保てないっていうことになってるわけでね。だから便宜供与がない方が組合は自分たちで自立の活動をやっても堂々と僕に文句言えるわけじゃないですか、負い目なんか一切感じずに。でここでもし会議室貸しました、何をやりました、どうだ、もう負い目感じるわけですよ。今のも原理原則に沿ってると思いますよ。だからそれがもし違うっていうんだったら僕は司法でね、そういう主張をやっていって司法で最後判断下ってね、やっぱりそれダメだっていうんだったら従いますと。でむしろ今やってることの方が大阪市のあの労使関係は非常に適正化になってるんじゃないですかと。組合は一切僕に気を使うこともなく言いたいこと言えるんですから。今までのように馴れ合いで選挙で応援してもらいました、首長の方は組合にお礼のために必ず地下の事務所に行って挨拶します、その代わり今度組合の要望に従ったものを何かやる、で組合の方はまた選挙で応援する、そんな関係じゃなくてピシャッと今市長と組合ってことが分かれて、組合の方は言いたいことをどんどん言って組合交渉やってルールの範囲の中で今やってるっていうのが現状なんでね。で組合の活動員が集まって何か議論することとか話をすることなんてことは一切否定してないし、どんどんやってくれたらいいし、で人事室を通じてそれは、まあ、人事室がどういう対話してるのか分かんないですけど、それ人事室対話するなとは言ってないんだから。で僕はその喫茶店に行ってのは僕はどうですかって一緒にコーヒー飲んで話聞かなきゃいけないでしょ。これが朝日新聞的な対話なんですよ。ちゃんと具体的に言ってください。それだったそれでは政務関連で質問のある者の方は、お願いします。視聴予定で15分までということです。よろしいでしょうか。ありがとうございました。